サミュエル・リチャード・ダーノルドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、デーナ・ポイント出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のカロライナ・パンサーズに所属している。ポジションは、クォーターバック。2015年に、南カリフォルニア大学に入学した、ダーノルドは、コーチからラインバッカーへの転向を勧められた。しかしダーノルドはこれを断った。 2015年シーズンは1年間赤シャツとして過ごした。2016年シーズンは2番手、q b として開幕を迎えた。しかしチームが1勝2敗と負け越し、スタートとなったことを受け、シーズン途中で先発に昇格した。その年、チームは8年ぶりにローズボールに招待された。ダーノルドは、パス53回中33回成功、453ヤード、5TD を記録し、 チームも52から49で勝利した。2017年シーズンは、ハイズマン賞最有力候補として注目されたが、開幕から数試合は新 WR 陣と息が合わず、苦戦した。しかしその後は調子を取り戻し、最終的に14試合で、パス成功率63.1%、4143ヤード、26td、13int、 ラッシング TD の成績を残した。2018年2018年1月3日、ダーノルドは2018年の NFL ドラフトにエントリーすることを発表した。ダーノルドはニューヨークジェッツから一順3位で指名を受け、2018年6月30日、4年3025万ドルの契約を結んだ。開幕前に先発 q b に指名された、 ダーノルドは2018年9月10日、デトロイトライオンズ戦のマンデーナイトフットボールでプロデビューを果たした。ダーノルドは AFL と NFL の合併以来、最年少の開幕先発 QB となった。この試合で初めて投げたパスは、インターセプトされ、そのまま TD された。しかしその後は立て直し、198ヤードに TD を投げ、チームも48から17で勝利した。 2018年シーズンは2865ヤード 17td15int の成績で終わった。2019年2019年開幕週はバッファロービルズと対戦し179ヤード 1td を投げた。第3球途中まで16から0とリードしていたがその後逆転され16から17で敗れた。ジェッツは9月12日ダーノルドが 前線性単角球症に感染し、第2週のブラウンズ戦を欠場すると発表した。結果的に計3試合欠場した。復帰後初めての試合となった第6週のダラスカウボーイズ戦では、338ヤード 2TD1INT を投げ、チームを24から22で勝利へと導いた。この試合の活躍により、AFC の週間最優秀攻撃選手に選ばれた。 翌週のニューイングランドペトリオッツとのマンデーナイトフットボールでは154ヤード 0td4int1 ファンブルロストと散々な成績で0から33と完封負けを喫した。この試合でダーノルドはマイクをつけプレーしていたが試合中に幽霊が見えると弱音を吐いたことがマイクに拾われ放映された。2019年は3024ヤード。 19TD-13INT の成績に終わった。2021年4月3つのドラフト権利と交換にカロライナパンサーズにトレードされた。レギュラーシーズン。ありがとうございます。